左やって右やって。それで次。で、ちょっと順番は。これが順番やり方は。奥の方にある。
やり直し。出た？はい。こんにちは。ゴミ箱はどこにある？レギュラーサイズの本一つありがとうございます。270円頂戴いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。どら焼き一つ考えて。どら焼きですね。ちょっと今焼いてるので、はい、少しお待ちいただくんですけれども、はい、よろしいですか。これを120円になります。ちょっと頂戴いたします。よろしければお持ちしますので、そちらをかけになってお待ちください。はい。憧れだった。
憧れっていうのも変かな。まあともかく伊勢神宮に行ってきましたよ。まさかバイクで行くとは思わなかったな。昔から行きたいなとは思ってたんだけど、しかもこんなモコモコした変な洋風なバイクで、まあ、和風なバイクっていうのもないか、カブか、まあ、俺はそんなに信心深い方じゃないんで、こんな時だけお参りしてお祈りしてもあんまり意味ないと思うんですけどね。普段神社来てもお祈りしないこと、お祈りというかまあお願い事はしない。2杯2拍手1杯はするんですけど、お願いはしないことが多いんですけど、まあ一応しときました。多分神様だったらもっと信心深い人を先に叶えるでしょう。俺みたいなそんな横島な、こんな時だけ気張って願い事かけてきやがる横島なやつなんて、ああ横島なやつねって、また来たのねって感じだと思うよ。さあせんね。やばくない？なんかポク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 言ってんだよね、アイドリングで。やべえよ、帰れんのかよ。じゃあ行きますか、あの後ろのピンクが行ったら。なるべくゆっくり行こう。あれ。じゃあ行きますか。眺めがいいね。わかんないけど、奈良の方に今ちょっと向かってます、三重から。最高だなこの霧の煙る田舎道。なんかなんとかスカイラインとかもいいんだけどさ、なんとかラインとかそういうのも、そういうんじゃなくてこう県道なのに山道になって、田舎道で車がほとんどなくて、家がこう点在しながら生活の匂いをか なんか 人を感じながら走る、こういう道がいいんですよね。スカイなんとかラインとかあんまり人の家とかないじゃないですか、小学校とか。俺はこういう道が好きなんだよね。ゆっくり走れるし、なんかなんとかラインとかだと無料でも高速みたいになってるから、なんか前も後ろもいて飛ばさなきゃいけない空気に やられるんだよ ね。今農作業してるおじさんとかさ、あんまり見れないじゃん、あのなんとかラインとかなんとかバイパスとか無料でもさ。ほら川が小地形も、うあとは前の車が譲らなくていいからね、俺のこと。俺はのんびり行きたいから、あえてちょっとスピード落とそう。やべえな、おい。なんか、だから下道の田舎道、いやいいな。今回の旅でベストの道かも。伊賀だよ、伊賀。ニンニン憧れたよ、伊賀に。昔忍者好きだったから伊賀行きたいな。どうしようかな、行っちゃおうかな、迷うな。でもな、伊賀こうバイクの調子が良ければね、伊賀行ってもいいんだけどね、ちょっとね今 SWR の調子があんま良くないのと雨なんだよね。それでちょっと寄り道する気力が失われてますね。
とりあえずこの163号国道奈良に向かって楽しみたいと思います。すげえ綺麗だな。やべえな、おい、ダメだ、つい口が荒くなるな。路肩注意、どういう意味？路肩がないよってこと？ああ、滑るよってことか。このクズが、葉っぱが濡れてるやつがあるから。あ、違うわ、これか、落ちるぞってことか。いや、いいね。ちょっとこう小雨は降ってるけど、それはそれでいいんじゃねえの。新緑と小雨って合うよね、なんか雨と緑って。よくね、なんかこの緑が、深い緑と雨のしとやかな感じが、なんか詩的な感じ、リリカルな感じで、これはいいと思うけどね。あとこのオレンジの、中央のオレンジのラインね、この道路の、これが映えるよね。それも入れちゃうのかって、人工的なものも入れちゃうけど、別にいいんじゃねえの、入れても。綺麗だ。うーわー、上の方切りってるけど、これ大丈夫なの。ちょっと運転に集中しようか。買い物とか行けないうちに届けてるのかな、わかんないけど。何の音かと思ったら、配達に来ましたよっていうやつだね。なんか和むね、心が。切なくもなるけど、ちょっとこういうのを見る、出るのがこういう道のいいところだね。こういう、こういうばっか言ってわけわかんないけど、やばいでしょこの道。何、最高かよ、すっげー。伊賀の国、大山田温泉、伊賀だもん今。伊賀だ、伊賀、憧れの伊賀、俺たちの伊賀。いや、今名阪国道っていう、名阪なのか、名古屋と大阪って書いて名阪国道なのか、名坂国道なのかちょっと分かんないですけど、名阪なのかな、国道だってよこれ。三重の人ってなんか運転柔らかい気がするんだよな、まあ、横浜が残念な乗り方してますからね、みんな。あんまね、こういうのは乗りたくないんだけどね、SW1 が今調子良くねえから乗りたくはないんだけど、ここの今見えてるこの道の駅ハリ TRS、 あ、テラスか、 TRS でテラスかよ。じゃあテラスって書けよ、テラスでいいじゃん。あ、違うんだ、まあ、とにかくそのハリテラスっていうのをよくツイッターでバイク乗ってる人たちがたまに言うんですよ。ハリテラス来たとか、行くとか、関西の人がね。なんでどんなところかなと思って、せっかく伊勢に来てその後大阪方面向かうんだったら、ちょうど中間で寄れるんで行ってみようかなと思って、ハリテラスを目的地にとりあえずしてみました。え、どこ、あ、道の駅だから、そっかそっかそっか、サービスエリアじゃないもんな。え、これでかくね、でかい、ハリテラス TRS、 よくわかんねえや。トラックステーション、あ、違うね。くしゃみした勢いでアクセル吹かしちゃったよ、手元に力が入って拍手、うおー、達成ハリインター、うーん、いてててててて、ハリテラス
優しくない。疲れたぜ。ちょうどいいよ。ドラッグステーションとあれと分かれてんだ。王将あるしね。ハリテラス、やべえ。ハリテラスでイチゴ狩り。俺はどっち、あ、こっちか。危ねえ。すいません、事故っちゃうわ。みんなここには通れないだけだよね。なんだあのカット、ライオンみたいな。でけえな。しかもすげえいっぱい人がいるよ。大好きこういう道。うわーいいね、ちびっこ。あーいいな、こんな道ね。今ねハリテラス行って、まあ、ハリテラス思ったほどじゃなかったんで、すぐ出れた、用事もなくすぐ出れたんですけど、なんか次どこ行こうか迷っちゃって、それで時間かかっちゃいましたね。結局京都に行くことにしました。ちょっと遠回りになっちゃうんですけどね、迷ったな、これでいいのかな。でもなんだかんだで小学校だかそんぐらいの時に行った修学旅行で京都なら行ったんですけど、それ以来行ってないですからね、京都。行く機会がまたいずれあるだろうとか思っても、なかなか結局その小学校から行ってないからね、機会なかったから。だからハリテラスから 5、60キロ、たかが 5、60キロで行けるんだったら行っちゃおうかなっていう気持ちになったんで、今京都に向かうことにしました。機会があったらっていうのがその今なんじゃねえかと。369号線を走ってるんですけど、奈良の369号線もいいですね。しかも名前がさ、弥勒じゃん、369、弥勒、あの奈良っぽくない、弥勒ね、弥勒菩薩とかの弥勒。わざとたまたまじゃないんじゃないの、はめてんじゃないの、かましてんじゃないの、国が行け行けみたいな、クス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 、魅力クスクスみたいなやったんじゃねえの、多分そうでしょ。俺はそうだと思うけど、違えのかな。そうだろ多分。だから魅力っていうのが良かったから、それで来たのもあります。ちょっと魅力ロード楽しみますよ、のんびりね。魅力から。